どうも、わきです。栄冠ナインやっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。さあ、では今回は春の甲子園準決勝をやっていきましょう。相手の前評判は B ということで全力でいきましょう。さあ、ということで前回の球数制限を確認しておくと、前回は確か球数制限はかかってないですよね。はい、4番赤までいきましょう。注目選手、前回はまあ、PL、そして大阪桐蔭、連合軍みたいなチームとも対戦しましたし、なかなかこう見応えのある一戦という形だったんですが、前回の2試合目は長谷川が4回68球で降りております。いいところで降りてますね。ということで決勝温存もただできるからなという、いやー怖い。まずは目の前の試合勝つことが大切。早めのリリーフでいきましょう。早めにこうリリーフできるように戦っていく、いきましょう。まあでも50球投げれれば他のピッチャーもいるので、50球までだったら先発もできるんで、100球以内には下ろしたいですね、長谷川を。うまく石村につないでいきましょう。お願いします。さあ、稚内学院、北北海道代表、投手力だけないが総合戦力は B。 さあ、いきなりチャンス。ここはまずしっかり先制をしていきたいところではあります。キャッチャーの肩62、守備がもう高いので結構送球はうまい。ただこれは負けたくないね。クイック、うわー、ちょっと走りづらい。でも1、3塁とやっぱり盗塁 A っていうのがあるので走ります。うん、まあいけそうですね。ここはしっかりスクイズでまず先制したいね。初回から闘魂込めていこう。じゃあ頼むよ、4番、赤間だけは打てるから。うわー、マジかー。スクイズ3だったからな。頼む、先制してくれ。うわー、あ、長谷川ナイス。3投は無理ですね、このバッテリーからは。もう赤間のバッティングに期待するしかありません。落ちろ、落ちるんじゃないか、落ちるんじゃないか、これ。ショフトならぬ、なんていうんだ。うわー、やばい、先制された2点。祭り使ってまあ、送り気味のセーフティー、もしくはフォアボールがベストかも。フォアボールがベスト。もう1球待ちます。あげんな、絶対球あげんな。よし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 。ただ盗塁はちょっと怖いところだぞ。4以上来い。男なら攻めよう。うわー、ちょっと怖いなと思ったんだよな。まあ、1、3塁は投げてこないことも多いので、ここは打つしかなかった。抜けてくれ！まずいです。1点ずつ返していきましょう。焦らずいきましょう。お祭り使います。セーフティーいきます。うまいんじゃない？うまいんじゃない？よしよしよし。1、2、3を走れるから。ドル A だから。あなたのことが好きだから。やっていきましょう。どうする、いやー、スクイズするべきな気がするな。1、これに苦しめられてます。待ちましょう。よし、これはフォアボールでワンアウト満塁で4番に回そう。来たぞ、4番、ワンアウト満塁。ただ闘魂はもう使っている。カード割る。いや、4番に任せよう。でもまあ、でもフォアボールはもちろんベスト。頼んだ、赤間、お前しかいない。もうこのピンチを覆せるのはお前しかいない。ランナーは出してるんだ、あと1本が出るだけ。よっしゃー、我慢に我慢を重ねての1本。さあ、そのランナーも帰れ。そのランナー、回れ。5点。ナイス。やつが良かったね。さあ、金森さん、打率は高いです。これほんと、強心臓、性格変えよう。使いにくいな。うん、追いついただけ。ナイス。もうこれ、決勝のこと考えてられないですね。81球。行きましょう。ファイトあるし。よし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 。
まあ次打席が回ってきたら代打の感じでいきたいと思います。うわー、1点取られた。あと4球だけ投げます。次の試合のこと考えて。うわ、ただこれ交代のタイミングがないと最悪だから、打席回ってこい。うわ、交代のタイミングないなこれ。いやでもここでなんか変えといたらいけるっていうのもあるな。よし、外された。読んでいこう、クイック D。 ここ、よし、絶対追いつこうこの回。よし、ノーアウト1・3塁がでかい。やっぱ 1・2・3 の盗塁いいですね。やっぱ盗塁アウトになるっていうのもあるので、やっぱここはしっかり盗塁で2でもしっかり走れると。さっき3でアウトでしたもんね。あ、押し間違えた。正直今の押し間違えたが、しかしここは打ちます。ワンアウトなのでチャンスを生かしていこう。逆にここは勝負するか、それとも4番バッターじゃないですか今。4番にも代打を送る高校です。やるときはやる男。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。探すよ、スクイズ4以上。探すよ、もうこうなったら。よっしゃ、さあここは相手に揺さぶりをかけて。詰まってくれ、5だから。よし、よし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 、もう追いつきに行くときは絶対に追いつきに行く。でここで1本が出れば最高。松の2代打は送れない、さすがに。お任せ使うかフォアボールか。調子下がってるので、よし、 OKOK。 キャッチャーも調子下がってるから盗塁はしやすいはず。ただここでアウトになるのはさすがにもったいないということで、慎重に行こう。さあ金森さん頼む、1本欲しい、1本欲しい。よしよしよし、いや期待に応えてくれる金森さんの打率やばし。さあそして打点男、来たよ打点男。ダメ押し行こう、ダメ押し。これ面白い。うわー、ショートが取ったらセーフだったな。さあちょっと勝負に出ましたからね今。横田残してもいいな、残すならセカンドかファーストか。でも宮内絶好調か。じゃあもうここにいようかな。でこのタイミングでピッチャー変えるとよしと、次の試合につながってくる。どうにかできないかな。ここに例えば中塚出したらどうにもできないですね。もしくはここにピッチャーを出すのか。4番にピッチャーか。でここに飯岡の方がいいかな。まだ変え方としてはなるべく打席を回さないというのを考えると、飯岡守備はいいのでショート守ってくれるでしょう。さあここ中塚でいきたい、絶好調なのでもう十分な能力はあります。あ、ここ揺さぶる効いてるんだ。ナイスナイス、裏で使ったら裏表と効くんですね。さあこれは追加点欲しいです。正直ジェフ相手があれや。カードを使って盗塁2にして走ろう。130いくつだから走れるよね。よし、確実に送れば OK この場面。うわっしゃー、守備力にも関係してるスランプで、これも確実にスクイズで追加点欲しいところですね。まあ、カードによる宮内の。よし、ただここお祭りもあるんで打たせよう。次のバッター
ここでランナーを途切らせるよりはここは打った方がいいかもしれない。ライト方向へ持っていきましたが、うん、で次にかけようか。ランナー三塁に戻ります。これでワンアウト。宮内足早よ。しここでスクイズや。この追加点1点はでかいぞ、取れれば。よしよしよし。さあもうこれはピッチャー1人ずつですね。ということで次長谷川50球の球数制限、まあ、先発でもう50球超えたところが分かったところで交代っていうのが一番かな。最後は石村でいきましょう。まずは望月から。そして守備伝令を2個出す。これで守備は完璧。さあ望月、ちょっと防御率は悪いですが僕の印象はまあまあいいです。臭いところセンター前は痛いね。さあショート、いい守備してますからね。いよか。ナイス、いよか。まあ石村にしとこうかな。まあ一応スタミナを延長戦のことまで踏まえてあげときます。これで延長でも石村が一人で投げ切れる。野手もフルメン使ってます。フォアボールは良くない。しかも今あれ使ってたからな。石村は変化球も悪くないから変化球使おう。ゲッツ、鉄壁の守備。井岡、井岡ショート。いや井岡を守備固めとして育ててきておいてよかった。しかもショートとサードっていう非常に使いやすい。まさか赤間を変えてね井岡っていうパターンがあるとは思わなかったですね。4番に代打を出すっていうのはね、これ栄冠9の仕組みをフルに使った素晴らしい攻撃ができたかななんて思いますね。いやナイスゲーム。いやもう決勝も行くか、この勢いのまま。12分の動画じゃちょっと短いですもんね。おお松の逆境丸、おお小杉内野安打丸、最高や。逆境内野安打とかうちにとってはめちゃめちゃいいところだもんな。最高やで。お前たち最高だぜ。タートルトーク。全員ノリノリ以上にさせてもう本気でいこう。ただこれ火曜日またぐんでちょっと調子悪くなるかもしれないですけどね。見せましょう鉄壁の底力を。どっかで勝った相手やって、夏の甲子園で勝った相手、去年とはただチーム力が違うんじゃ。うわー西岡調子悪くなった。注目選手に選んで、ただその前の小杉は調子いいので走らせると。でも長谷川先発で球数制限超えたことが判明するまで投げさせると。で後ろはいいよ、石村もいいし、行きましょう。あ違うね、100球超えてないから大丈夫ですね。100球超えたら30球兼先発もできないっていうルールです。1球入魂で頂点へ、球児の戦いはクライマックスを迎えます。甲子園大会決勝の模様をお届けいたします。一塁側石川代表、さあ決勝戦石川県代表ですね。相手は東の横綱先行チーム、優勝旗を手にするのはどちらのチームになるのか。強い、さあ決勝戦勝つよ、絶対勝つよ。ツーアウトランナーなしという場面で関東の2点で西尾、マウンドの右側水谷、水谷でクイクイ162キロ。ただピッチャー良すぎん。軽い球がうちにとってはねあんまり悪い特殊能力にならないっていうのが痛いところです。さあゴジラ松井選手と村松さん、石川県ですね。ちょっとあまりにいいピッチャーすぎるんで球数投げさせましょう。クイックは悪くないけど、これ多分そうそうランナーを出せない。あともいいけどな、このフルセまで回したらうちの勝ちですね絶対。
古瀬を引っ張り出したらうちの勝ちや。よしよしよし、不調ながらよく打った。で盗塁して4番の一振りで、厳しいな。投手戦になると思う。おノーアウト二塁、これをもう絶対に点を取らないといけない。何があっても得点しないといけない。フォアボール最高だな。ワンアウト一三塁、もしくはノーアウト一三塁なんかできれば最高。まさかの水谷がここで少し崩れた。球だけを上げんな。オッケーオッケーオッケー、自分がアウトになるのはオッケー。もうスクイズね、よっしゃ。でお祭り使っとこう、次のバッターには打たせる。しかもバント丸持ってるんだよ堀江は。打点をまた一つ増やしていこう。外すな、ウエストだけやめてくれ。よっしゃ、あファール。連続スクイズってちょっと怖いんだよな。よし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 、しかもセーフ。よし喉に力が入るぜ。ここはちょっと攻め気で走ろう。やばい、オッケーオッケー。さあ中谷ファイト、犠牲フライにかける。バッティングはいいから、ミート犠牲フライ結構強い。うわそれ打ってもいいのに。うわきついとこ攻めてくるね。打て、よっしゃー、入ったんじゃない？入ったんじゃない？これ。やば。犠牲フライと言ったんだが、その上を越えていく中谷。いやー、ホームランが飛び出ました、ここで。下位打線に、しかも。もうとなると、押せ押せな感じで、強振引っ張っていこう。クリーンアップなんだ。まあまあまあ。ここはうまい守備に阻まれました。あこれもう長谷川絶対超えてるので、おそらく分かった時点で、まあ2球だけ超えましたが、もうこれは OK と。ここで代打を送ればルール的には問題ありません。ただスクイズ本当はもうしたいですけどね。今ちょっともうここはルール的に変えましょう。あでもいいかも。わあ外されたの何だったの今のは一体。藤村望月からいきます。怖いよ怖いよ。このイニングちょっと彼に任せてみます。もうそれくらいの選手にはなってきたはず。2つ使おう。よしよしよし、もうこのイニングを任せられる男にはなっているよ君は。ゲッツ、うまい、センター前ヒットをさばく。さあ西尾調子悪いけどなんとか塁出てほしいな。およし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 、盗塁 A が出ればこっちのもんじゃい。ピッチャー変わってます。熊谷クイック D、 ただ大丈夫、調子悪くても2勝なら余裕。そして4番、そして4番なんですが、ここは固くいきましょう。よし走っていく。強心臓、ここは打たせるか。強心臓を使ったので、さあワンヒットで2人返そう。よっしゃ、あー強すぎるか打球が。でもオッケーオッケー、もう1点取ればセーフティーリード、5点まではひっくり返される。さあ堀江頼む。いいよ2打点増やしていいよ堀江。待てとか使わないよ。ここは守備に阻まれました。オッケーオッケー、ヒット10本5点。よしようやく投手陣がこう良くなってきましたね。望月ナイス。
96、98、よし横田いこう。あ、これアウトになるのはもう仕方ないな。相手が1枚上手や。で宮内のところにピッチャー出し、横田はファーストに回ると。藤村でいきましょう。いい投手陣、いい。最後の最後にそんな完璧なピッチングを見せてくる。これ仕方ない。これでツーアウト、ランナーありません。いいよ藤村くん、守備を固めましょう。固めるほどはないか。まあ小杉の代わりに飯岡で、外野に最後平川を出していく感じで。1年生ピッチャーがやっぱり良くなりましたね。選抜までには仕上げたいと思ったんですが、仕上がってくれました。で褒めた途端、点差はあります。中塚でワンアウト取りたいな。うわやばい、さすが決勝戦の相手、総合戦力へ。そう簡単に終わらせてくる。すげえ成績だな。ホームラン25本も打ったことないぞこの栄冠ナインで。パワープロ2020のまだ、やばくないか2年生、あ、そうかそうか、選抜、あれこれは2年生という表記になるんですか。1年生3月31日やからね、まだ。うちの例えば堀江、これ1年生でこの能力ってやばいな。オール D 以上の総力94ってめちゃめちゃ強いな、堀江。堀江やばいな、普通にめちゃめちゃ強い選手。ただの強い選手だな、おぬし。いやー、ただこの時点もう25本打ってる。69打点って、うちの最高打点ですよそれ。さすがゴジラ、怪物的数字。ゴジラーっていう名実況があったんだよな。石村出す、もう。いやー、でもちょっと、もうちょっと中塚頑張ってもらわないとな。さあ、よーし、飯岡の守備力、ショートサードを無難にこなす飯岡の守備を。これサムネタ言ってるのはやっぱネタバレになるから、決勝戦まで行くとちょっと難しいところですね。いつも思うけど、うわ飯岡の守備力いいね。守備固め作るっていいですね。一応延長何が起こるかわからないのでスタミナを上げておきます。セカンチ、うわ松野の守備力も素晴らしい。これは強いんじゃないかこのチーム。1年生3人ともピッチャー結構良くて、2年生がね大エースと、もう後ろの最高のピッチャーがいて、守備力はあって、守備固めもちゃんとあって、ダイソーもあるし、レギュラー陣が何より強い。そして 1,2,3 番が盗塁へ。これちょっとあれですね、鉄壁、まあ、今年が最後なので楽しみですね。各世代を戦わせるみたいなことをやるのも、はい、最高よ。ナイスよ君たち、ナイス勝利。ナイス勝利。ということでです。はい、4月1日確か踏んだ方がいいのかな、練習効果があるのかな。で裏でこれ、あの練習指示をね呼ぶように呼んでおきますと。これライトついてるの何だったっけ、特能がつきやすくなってることが、なんかノリノリとか、なんかそんなやつですね。はい、長谷川はまだ変化球を磨こう。さあ石村もこれは変化を磨くで、160キロあとはいけば最高ですね。さあ、あーでもまあさすがに変化ちょっと磨こうかな。
とさすがに変化を磨いた方がいい気はしなくもないですね。1年生1年生強い。え、まあ、2年かも強っ。2年強っ。2年投手陣みんな150後半投げれるんだよ。強っ。やば。そして渡部の肩もいい。渡部来年キャッチャーやるかな、どうだろう。宮内も良き。中谷はまだちょっと走力を上げましょうか。みんな良き。小杉も良き。井岡はただアディオスになるんだろうな。めちゃめちゃいい選手だけどな。外野もできて、飯岡はさすがにベンチ入れてあげられないんだろうな。申し訳ないな。なんか赤間もいいショートになってきました。あれこれ練習効果上がるっけ。上がんない。上がった上がった。オッケーオッケー。まあプロ止まりたいんだけどな本当は。でもまあここは練習効果を優先するべきだし、しかも今思うとどうせ練習指示を呼ばないといけないんで、特殊だったり総合練習をその間に呼べるかもというのもあります。感染で4月1日に止まるのか。だからあそれも狙いつつカード変えたらよかったのかな。あ、何も来ない。練習指示も、総合練習も特殊も何も来ない。あ、何も来ない。あ、何も来ない。やばいやばいやばい。せっかく時間を取ってやってるのに。オッケーオッケー、総合練習。ちょっと雨降りそうじゃないですか、今。先回りして使ってあげよう。降らなかった。よし、これでいい練習もやって、次回、入学式ですね、やっていきたいなと思います。楽しみです。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。素晴らしい練習です。ちょっと今日は遅くなってすいませんでした。アディオス。4時投稿で行きましょう。4時投稿。アディオス。